はい、皆さんこちらのです。で今回ですね、さあこちら今回のボットボス暗黒王フューやっていこうかと思います。さあ HP45000、まあ、ちょっとねこのステージまだ本当に初見なのでどんなねアビリティを仕掛けてくるかがわからないんですが、まあ、なんか噂に聞くところによるとかなりエグいらしいね。で、ベジェットガノの白くなってきたな。待って、なんか発動したな今。もうキフラ意味ないんじゃない？もう意味ない気がするぞ。スーパーテンション、そう、このベジットゾノのね VR が来るから実質6枚しか使えないんだけど、まあまあまあ超フルパワーだからさ、何かしら強いアビリティ持ってるでしょ。仲間面白くなってきた。ダメージ倍増、ダメージ軽減、固定戦闘力もやばっ、えぐっえぐっ、面白くなってきたな。なんかやばいぞこいつ。何何今の相手になろう。なんかアビリティの色違かった。あ、エナジーがたまらないんだ。なんかえぐすぎじゃないそれ。まあまあまあここはねこんな感じでいこうか。ベジットゼロのどっちもなそうか一応ね。さあこれはどんなステージなのかちょっと気になるところですが、まあ最近のゴッドボスがねちょっと手ぬるかった感じがあるので、ここでちょっとねやばい難易度が来るような気がしてたんですよね。敵アタッカー全員のパワー半減、めんどくさ、いやめんどくさ、あーメチカブラみたいなアビリティだね。待って、これさエナジーたまらないんじゃ悟空もケフラも意味ないよね。そんなことある？あー母がまきひどい、そんなことある？うーわ、しかもうーわ覚醒マスト、やっぱ5000ダメージじゃないこれ、違う、あ違う、消滅の突撃だ。とどめていくか、それ持ってんの？残りは効かない。うわ、しかもこれパワー奪われてるから、うーわー結構強いな。おそらく何もできずに終わるかもしれないけど、まあ、何かしら光明を掴みたい。これでうーわっ、嘘、そんなダメージ上がる？やばくね？火力上がりすぎ。はい、カウンターラッシュ。グザマだな。セリフがいいね。さあこれはどういう効果なんでしょうか。ちょっとここでなんか妨害を仕掛けてほしいんだけど、ガード位置とかないよ。残念だったな。ゴッドボスの CI 面白くなってきたな。ねえもうやだー、ほんとやだー、勝たせる気ゼロじゃん。4000ミサイルも効かないのこれ、それはないか。どうしようもねえんだけど、どうしよう、何がどう転んでも勝てんくないこれ。ひどー、ひどい、勝たせる気ゼロ。エナジーたまんない、悟空もケフラも何の意味もない、えぐー。じゃああれだ、カードアクションデッキでいこうか。いやこれのチョイスは良かった気がする、暗黒ゴジータはギリギリ機能してるね。まあ要はあれでしょ、軽減効果下げまくってカードアクションでダメージを与えればいいんでしょ。なんとかならなくはないかもしれない。でこれが完全に腐ってるね今回。勝った固定ダメージも効かないんだもんね。あーでも謎にベジットセノだけ技打てるって、なんで？まあ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 一応って感じだね。
エナジー2で撃てんのかな、そういうわけじゃないよ、ね、まあ、なんかのアビリティでまだ撃てるっぽいね。あー、何もアビリティ発射しないか。これはきつい。全然入らん。とどめていくか。残業は効かない。実験終了。結果は上々だ。はい、ちょっとデッキの編成がらりと変えました。あのね、なんかそのルービーを今取ったね、ルービーを見かしてた時になんか両チームの軽減効果を無効したらしいんだよ。で、自分チームだけかと思ったら両チームだから軽減ダウンが効かないんだ。で、固定も効かないんだけど、ちょっと巧妙が一つあったんだよ。で、それ何かっていうと、一緒にさ、ベジェットゼノが出てくるじゃん。で、あのベジェットゼノがなんかその自分チームの戦闘力6000ごとにヒーローエナジーを1ダウン、あの必要なエナジーをねらしいから、つまり、戦闘力を仮に6万出したとしたら自分チームの必殺技に必要なヒーローエナジーがマイナス10で、さっきもベジェット技打ってたのはそういうことだったらしい。なので5点クセのを採用してます。で、ヒーローアバターの必殺技なんだけど、まあ5点クセいるからそこそこね、重いやつでもいいと思う。スピリットソードで行きましょう。さあ、まさかこの VR ベジェットがね、こんな役割を果たしてくれるとは。で、ヒューが逆にその、メチカバラみたいなアビリティ持ったじゃん、あのヒーローエナジーをなんかどうちゃらこうちゃらみたいな、まあ暗黒のとわり的なやつね。で、あれの対策がこのベジェットなんだよ多分。で、一応ね、その必殺技を自分チーム全員打つことができるので、まあ技でもね、火力出しながら、あとはここら辺だね。はい、2.5 倍スパーキングと2倍のこれぶっ飛びスイングで、ここら辺はあのカードアクション倍率だから普通にダメージ倍増無効の対象外と。ただし女の子はバーサーカーにしちゃうと、カードアクション倍率じゃなくて与えるダメージ倍率に分類されて、まあ、無効化されちゃうんだ。で、そこがダメージ倍増効果のちょっと難しいところなんだけど、まあ男の子のゴッカメとかはいい例だよ。あれのダメージ2倍は消えないんだけど、サポーターにした時の 1.5 倍は消えるみたいな、あれと同じ原理なので、この、ベジータ技のスパーキングとボージャックのぶっ飛びスイングは普通に火力が入る。で、さらに火力ソースとしてこちら、はい、ガード無効ゴジータ入れてます。さあ、これね、結構ゴッドボスの、まあ、特攻カードみたいな感じなんだけど、これ2ラウンドのね、超アビリティで敵単体のガードを無効化できると。で、まあ単体ということはね、このフューとかにも、まあ、もちろんものすごく刺さるよね。面白くなってきたな。さあ、これが結構今回はいい役割を果たしてくれそう。さあ、これがね、振り絞る AK で、いや、これ強いわ。で、1ラウンド目はこんな感じで、まあ時々のマサンプを獲得しながらベジータでね、はい、パワーを上げます。これでパワーガード仲間サポーター上げることによって5点クスゼノがこれ強化されるんですよ。はい、運命の超激戦とこのね、異次元の合体戦士、これのシナジーが半端なくて、まあまあまあ次のラウンドに注目です。さあ、これもアタッカーだからね、サポーターは下がらない。で、これが暗黒の OE、まあ、トワリメッチの、まあ、介護官みたいな、ガード2線がなくなってセントルバトになった代わりに、まあアタッカーにしても発動するよみたいな効果だね。さて、1ラウンド目もちょっと大事なんだけど、まあ1回だけでも防げれば多分逆ワンキルはないと思うから、もう大丈夫かな。まあ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 言うてだね。で、まあベジットのパワーなくなっちゃうんだけど、まあ他で火力出せれば大丈夫でしょう。さあ、これなぁ、なんでゴジータのファースト持ってんのって思ったんだけど、ピューってさ、サイヤ人の細胞持ってるらしいじゃん。まあ多分それでゴジータのファースト使えるのかなって思いました。わかんないけどね。なんかその次の UR のピューも目覚めるサイヤ人の血みたいなアビリティ名らしいんだよね。で、まあなんでそのピューがサイヤ人のアビリティ持ってるかっていうと、多分その細胞を持ってるからなのかな。とどめていくか。
残業は聞かない。いや、かっこいい。この技はかっこいい、マジで。うん、係数も、ま、なかなか高いね。ただただここまで耐えちゃえばもうこっちもでしょ。まあ、次のラウンドが勝負で、アバター女の子に変えたから、龍拳とゴッドカメハメハがあるんだよね。で、ゴッカメがこれ強くて、その超アビリティの後に発動するんだよね。だから、まあ、ガード向こうのところにゴッカメだから、まあまあまあ6、7000ぐらいの、まあ、7000までな、6000ぐらいは入るでしょ。さあ、さてさて、バトルアプリ、おそらく先行はね、余裕で取れると思うから、トランスボット出しましょう。さあ、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 面白くなってきたな、面白くなってきたな。あ、あれ意外と出ない、待って、あれ固定戦取るの向こうになった。あれ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 、あ、ごめん、待って待って、先行取れる。やらかした、固定戦闘力も向こうになったかも。独特玉の効果で仲間全員、うわ、見逃してた、それ待って、やばい、取れ、取った、オッケー、いいぞ、敵の戦闘力を、うわー、5点くするのが、なんということだ。え、しかも待って待って待って、2万3000ってことは、6000ごとだから、うわ、あと1000あれば、あれは悔やまれる。そうだよね、6時21だもんね。うーわー、じゃあ3個までしか打てない。ほら、暗いほら、ドーン、よし、さあガードもこう刺さったね。からの5日目行かせていただきましょう。さあ技は果たして打てるのか。ワンチャンこれエナジー2しかなかったから打てないかも。エナジー3ないよで、あー、やっぱりか。あー、バーニーガタックだったらさ、でも、おー、ナイス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 、え、いったんじゃない。ゴッドトランクス、また結構威力出るの。あ、ワンチャンいったかも。あー、強い、最高、いった、たぶん。神崎、よし、カロノ、おー、強い、さすが、さすが VR、 うーわ、強っ。素晴らしい火力、もうこれがね、VR の強さだよね。あー、いった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 、ダブル、龍拳、ぶっ飛びスイング、スパーキング、余裕でいった。あー、いいね。じゃあこれ、ゴテンクスだけちょっとあれだったかな。まあ、違うキャラに変えて、なんか3万進化とかでもいいかもしれない。そしたらもっと多分ね、楽に勝てると思う。はい、ということで、いやー、あれだね、なんか最初は結構強いなって思ったけど、攻略法だけ分かっちゃえばそうでもないかも、うん、まあなんかそのヒーローエナジーダウンのベジットゼロのアビリティね、あれだけ知ってれば、まあエナジー低いキャラで構成したりとかもできるし、エナジー5までのキャラであれば大丈夫だ。で、アバターは、バーニーガタックにして、まあ、バーニーガタックじゃなくてもエナジー5以下なら何でもいいんだけど、まあ、一番威力が出るバーニーガタックで、あとはカードアクション系で吹っ飛ばすと。これでも、あ、いった、強い、はい、5300、いいダメージっていう感じでね。なんかいろんなものを無効化されるっていうのは、まあ、結構痛いけど、まあ妨害だけだ、火力もまあまあ1ラウンド1回でも攻撃耐えちゃえば多分やられることもないし、あとはこういう感じでもうモリモリと火力をデッキに組み込んで、まあガード無効だね、うん、多分一番大事なのはこういうガード無効系を入れて、で1にしちゃうと多分あれ発動されると思う、絶好みたいなやつで、それを発動させないためのガードもこうを刺したりとか、で最後ね、仕留め金のここまでいかなかったけど、多分女の子の龍拳の火力を考えると多分これも1万1000は入ると思う。でこれも2倍ダメージだから、まあまあまあ7000、8000ぐらいかな。でダブルアタックもあったし、これゴッドと組むのがね、多分3000ぐらいは入ったかなっていうので、うん、結構ね攻略法は簡単だったかなって思います。はい、ということで最後にストーリーを見ていきましょう。ご視聴ありがとうございました。いや
ボーナスゲットだ。限定アプリをゲットしたぞ。このラウンドのバトルアプリで行ってみて。このラウンドのバトルアプリをゲットだ。ノア先生のヒーローズ講座。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。